お世話になります。ひとりでございます。また4月16日まで期間限定レイドが始まりましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。今回出現するポケモンは基本的にベイビーポケモンという感じでございまして、バルキー、トゲピー、エレズン、リオル、タマンタ、ゴンベ、ピチュー、スボミ、ウソハチ、ピー、マネネ、そうなのが今情報としては手に入っております。でさらにメタモンもゲットしやすくなっておりまして、しかも今回は倒すと赤い糸や変わらずの石などの道具が手に入るとのことです。イベントレイドでは5つ星のポケモンを捕まえた時に 5V とか出やすくなってるので、メタモンの 5V とか欲しい方はね、めちゃくちゃいい機会なんじゃないかなと思っております。それでは早速やっていきましょう。まずはいつものごとく不思議な贈り物からワイルドエリアニュースを受け取っていきましょうということで、でこの画面を見ましたらやっていきましょう。必ず見ないとできないので、そこはご注意ください。はい、適当に行きますよと。こっちに行きまして、と一発目絶対来てくれ、頼む、来てくれ、一発目来い。なんだこれ、これ来たかなバルキーかなこれ多分。まあとりあえずやってみましょうか。これよっしゃ、じゃあ挑戦していきましょう。はいはい、バルキー来ましたね。これが一応イベントレイドのやつだと思います。まあ別にあんまいらないけどね。気合ダメとかやってくるようなポケモンだぞ。全然いらないっしょ。電光石火とか余計やらなくていいから倒したし、電光石火で倒したし。お前何やってんだよ。ナイスだよ。おい、なんだよお前、無駄に出るなよめんどくせえ、また始まったよこれ。まあこいつはゲットしなくていいわ別に。経験飴、 M と L と大マックス飴、ゆで卵って何。変わらずの石、赤い糸もう来ましたね。変わらずの石も一発で来ました。え、パワーウェイトとかも来るってことですね。パワーベルト、これ来ないですよね普通。これなかなかレアですよね。めっちゃいいですよねこれ。あ、ゆで卵は食材ね。まあ特に別にいらないかなっていう感じなんですけど、もう一回入れてくる一応ここに。はい、違う。あー、こいつあれじゃん、イベントレイドのあれじゃなくて大王道のやつまだやってんすね。だからここで多分時渡りすればいけるかな、もしかしたら。いや、終わっちゃった。あれ、自分で塊入れてないからダメなんだここは。そうだそうだそうだ。あー違うね、ここじゃないね。あ、紫出たぞ。なんだこいつ、わかんない。あ、ウールか。はいはいはい、ここでもう一回入れていきましょう。連続で紫とか超運いいだろ。うわ、中はクソだった。あー、いらないね。あー、いらん。いや違うね。あー違う違うね。あー、もうまたマンムーじゃん。なんだこいつ。あ、こいつスボミーかな。おっしゃ、挑戦していきましょう。はい、かわいいね、目がいいね。まあはっきり言ってスボミーとかも全く持っていらないんだけどね。はい、オッケー、普通に倒せましたね。来い。おいおいよ、待ってよ待ってよ全然手に入んねえじゃん。また赤い糸と変わらずの石来ましたね来すぎだろ。ゆで卵もまた来ましたね。いやー、またどんどん入れていきましょう。あー来ないか。あ、リザードンじゃん。リザードンのやつまだ続いてるんすね、そういえば。ですからここで多分あの時渡りすればもしかしたら出るかな。一応違うイベントだとは思いますけど、もしかしたら出るかもしれないので一応やってみましょうか。オッケー、時渡りで、1日日付進めて戻っていくっていう感じのやつですね。例の裏技なんで、もしやりたくない方はねやんない方がいいですよ。あくまで自己責任でやってください。あー出ないか、これさすがに出ないかな。あ、出ましたね。やっぱりさっきのリザードのやつ違うイベントですけど、そこで時渡り使えば今やってるイベントのポケモンも出るっていうことですね。はい、一人で挑戦いきましょう。そうなの、四つ星ですね今回は。さっきまで三つ星しか出なかったけど、一応四つ星のそうなのも出るということで、ダイマックスを行け。オッケー、普通に倒しましたね。こいつらは本当に捕まえにくって心が折れますわ。よっしゃ、ようやく捕まえた1匹目。押せよ、正直言ってもう本当にきついわこれ。全然いらねえからさ。まあいいや、とりあえず、またゆで卵と変わらずの石とパワーレンズですね。はい、じゃあそうなの見ていきましょう。 4V ですね、四つ星だと 4V ということで、まあ悪くはないでしょ。でこいつ影踏みで、これは夢特性ではないですね。カウンターミラーコート甘えるド忘れで穏やかな性格。まあどうなんだろう、また行きましょう。はい、違う。違う、マジか。あ、来ましたね。またここはね時当たりしてやっていきたいと思います。あ、フェアリー、こいつ P かな多分、おそらく来ましたんで、一応やってきましょうか、こいつも。あ、P でしたね、やっぱり。でも正直言ってあんまりいらないよな。このタイミングで欲しい人っているんだろうか。とりあえずアイアンヘッドでぶつぶしていきましょう。オッケー、アイアンヘッドで終わりだ。ありがとう、普通に倒せましたね。ダークボールでいいや。おい、また出たよなんでこんな捕まえらんねえの別にいらないからいいんだけど。あ、幸せ卵ももらえんすね。これ初めてですね、多分。で、パワーアンクルとか、こういう系もやっぱりもらえるということでね。もう一回やっていきましょう。あれ？これなんだ？あ、これゴンベかな？これ、多分。おっしゃ、やっていきましょう。あ、ゴンベでしたね。よかったよかった。連続で出てきたのは結構嬉しいですね。オッケー、すげえ食らうな。余裕ですね、こいつも。ゲットが本当に難しい。確率低すぎる、本当に。オッケー、ゲットしましたね。
よかった、危ねえ。はい、で変わらずの石赤いと、もうこれで何個手に入るんだよっていう話ですけどね。うわすげえ、パワーウェイト、レンズ、バンド、アンクル、すげえ出てきましたね。こんなもらえんだ。はい、ゴンベは 3V ですね。三つ星だったっけかな。はい、熱い脂肪、夢特性ではないですね。なんだよ、のしかかり受信、噛みつく、舌で舐める、よくわからん、頑張り屋な性格ということでございましたと。もう一回やっていこう。あー違う違う、あー違うね、全然ダメだ。あーもうダメ、わーマジか、なくなっちゃった、また最悪、どんだけだよ。全然足りねえ、願いの塊が。買ってかないと、時渡りで稼いでいこう。押しやってこ、いいよ、24個、これで大丈夫っしょ、さすがに。出てるかな、あ来た、これでもゴンベか、ゴンベ一応いらないな。あタマンタ来ましたねいらない、こいつもいらない中のはいらないんだけど、まあ一応捕まえてみましょうかどうも、こいつと初めて戦ったかもしれない、このレイドで。オッケー、壁残したまま撃破。オッケーオッケーオッケーまあいらないけどオッケー一応はい、ゆで卵、変わらずの石、パワーウェイト、パワーレンズ、パワーワンドということでね。はい、こいつは、鈍いですね弱いなじゃあ見てみましょう。水のベール、やっぱり来ましたね、夢特性はちゃんと来るということで。まあこいつの夢特性全然いらないんだけど、だってやけど状態にならないだけですよ困るな。エアスラッシュ、バブル光線、ワイドガード、ネット、まあこれはねいいんじゃないですか、わんぱくな性格ということでゲットさせていただきました。じゃあ次行きましょう。ダメだ、あーダメだね、あタマンタ来ましたね、あこいつマネネかな、来ましたんでこいつ倒していきましょうか。三つ星ばっかですね、四つ星一回そうなの出てきましたけど全然出てこないですね。あいやヘッドいけ、ぶっ潰すぜすぐ。オッケー余裕ですね、倒すのは余裕なんだけど捕まえるのがな意外とむずいんだよな。オッケー捕まえましたと、ようやくね。赤い糸、まあこれはいつもと一緒ですね、アイテムは特に変わんないっていう感じで。 3V でございますと、なんだよ特にいらんな、フィルター、いや全然あれじゃん、夢特性じゃないっすね。再化光線、不意打ち、守る、10万ボルト、10万ボルトなんか覚えてんだこいつ元からそれすごいな、能天気な性格でございますと。もう一回行こう、あーダメだね、オッケー、あーダメだダメだダメだね、全く来ませんね、そろそろ来てくれ。あ来ましたね、エレゾン来ました、これは嬉しいぞ地味に、やっぱり新しいポケモンですからね。よっしゃ行こう、よし、まあこいつはいいでしょ、初めてでもレイドで見たなこいつなかなか悪くはないけど、オッケー余裕ですね、倒すのは。捕まえんのがだるいんだよね、ダークボールで行ってくれよ。おっしゃ捕まってくれた、これは嬉しいね地味に。まあそんないらないけどね、アイテムは変わらずですね。はい 2V じゃんおい3V でもないし、あ夢特性ですね、これはまあ普通に嬉しいというか、まあそんな強いわけではないと思うけど、まあ一応夢特性が出るということは改めて証明できたわけでございます。ほっぺスリスリ、妖怪記、ジタバタ、涙目ということでゲットだぜ。臆病の性格、はいゲットしましたと。はい行くぜ、あ連続で来ましたね、メタモンが欲しいですね。あメタモン来ましたね、5つ星来ました、これ多分 5V じゃないですか、そしたら地味に嬉しいぞ、これは嬉しいぞ。まあ、5V 持ってるんですけど、まあ一応ねガチ勢の方でも唯一これは欲しい方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかっていう感じですけど、こいつ多いんだよな壁が、本当に地味にだからだるいんですよね。オッケー倒しましたね、サンダース状のメタモン倒しました、これゲットさせてよ頼むよ。うわーもう最悪、マジかよこれゲットさせてよ。いやアイテムも特に良くないですね、 XL1 個、ダイムクサーメ2個、いや全然アイテム良くない、てかむしろ悪いし。もう一回見てみましょう、こいつは違うか、あーいやーあタマンタまた来ましたねこいつもなかなかいらない、順位的には高いぞ。あれこいつトゲピー？ピーかトゲピーかわかんないですね、ちょっと一応戦ってみよっか。あトゲピーですね、トゲピーだったんだ、ピーかと思った、ありがとう強いなシュバルゴ、あーリピートボールすればよかった。おいまたかよ、マジかよ、こいつは割とゲットしといてもいいやつなのに。あアイテムは一緒ですね、アイテムも全然変わらないんだね。次やっていきましょう、あー違うかダメだね、ションベーやつしか出ない、いらないねいらないね、ちょっとお来た、メタも一発で来たね、これは嬉しいぞ。オッケー倒しましたね、ダダになってますけどこいつはメタモンですちゃんと。オッケー来た、これは嬉しい、普通に嬉しいぞ。 5V でしょ多分、一応アイテムはやっぱ一緒ですね、全然変わんない。はい 5V 来ました、うーこれは嬉しいでしょ普通に、ただ性格が微妙かなこれ、まあまあ悪くはないでしょ。はい変わり者、まあこれは普通に夢特性だからこれもなかなかいいんじゃないですか、やっぱ夢特性結構出ますね、それはいいかも。変身でしょ、で能天気の性格ということでございますと。あまたないわ、おいなんだよ願いの塊またなくなった。オッケー14個購入と、じゃあここ入れていきましょうかもう一回、あーダメだね、あーお
来ましたね。お、リオールも初めて来ましたね。これは地味にいいんじゃないですか。はい、サンキュー。オッケー、ありがとう。味方倒してくれた。オッケー、ありがとう。また捕まえれましたね、なんとか。はい、でアイテムは全く一緒。はい、見ていきましょう。 3V ですね。まあ弱いかな。はい、不屈の心、夢特性でもないと。まあいいんじゃない。でも剣の前、雷パンチ、メタルクロー、曰くだけ雷パンチ覚えてんだ、初めから。おっとりした性格ということでゲットさせていただきました。一応あとピチューかな、見てないやつ。あーと来ましたね、タマンター来ました。あ、そういえばウソハチも戦ってなかったですね。一応こいつ完全忘れてたけど、一応戦いましょう。こいつもウソハチ地味にデザイン好きなんですよね、私。オッケー、ナイス。マジカルシャインナイスよ。はい、地味にありがたいね。こいつも持ってなかったかもしれないから嬉しい。相変わらずアイテムは変わらないと。 3V ですね。まあこれは良くないでしょう、別に。オッケー、夢特性ですね。夢特性はいいんじゃない。特性ビビリ、これは地味にいいでしょう。岩石封じ、不意打ち、岩なだれ、嘘泣きということで、陽気な性格でゲットさせていただきましたと。オッケー、もう一回いきます。あ、連続で来ましたね、タマンタ。また来ました。あ、メタも来ましたね。もう一回一応やりましょう。オッケー、ようやく倒せましたね。ソルロックに変身したメタも倒しました、ちゃんと。これオッケー、ゲットできましたね。これは嬉しい。なんでこんな少ないの。これしか出ないんだけど、これやばくないですか。5つしか出てない。あー、 5V だね。 6V は来ないか。でも一応多分 6V 来ることもありますよね、多分。もう一回行こう。あー、ダメか。あ、また来ましたね。まあ、これでラストメタモンにしましょう。エンニュートに変身したメタモン倒しましたと。はい、オッケー、捕まえましたね。うわ、メタモンの場合はアイテム少ないのかな。まためっちゃ少ないっすね。あー、ダメか、さすがにダメか。あー、しかも性格も別に良くないし。うわ、最悪。あー、これは嫌だな。で、夢特性ですからね。特性変わり者ですから、まあいいでしょう。もう一回行こう。あ、また来た。すげえ、一発で来たぞ。オッケー、多分これで全部出ましたね。ピチューようやく来ましたね。こいつ捕まえていきましょうか。やっぱピチューは可愛いな、王道で。すげえいい顔してんな、本当に。よし、倒すのはやっぱり余裕ですね。よっしゃ、ゲットしましたね。一応ありがとう。よし、アイテムはやっぱり変わんねえか。あ、 4V ですね。まあまあまあ悪くはないでしょ。まあでも他まあまあだからな、ちょっとまあ良くはないね。はい、内容見ていきましょうか。じゃあ平石、あ、一応夢特性なのでありがとうっていう感じでございますね。はい、でじゃれつく悪だくみ10万ボルト天使のキス、もう一度誰よりも愛してる。はい、で陽気な性格ということで、まあうん、オッケー。はい、ということでこれ2列まとめてみましたけど、ここの2列今回ゲットしたやつなんですが、まあほとんど、まあすげーいいポケモンとは言えないですね、はっきり言って。夢特性が出るのはいい点ですが、あとこのメタモンの 5V が出るのは、いい点ですが、正直まあ微妙ですね。しかもこれどんぐらい時間かかったかというと、1時間40分ぐらいかかってるんですよね。しかもこれ裏技使ってこの時間ですから、これ全部捕まえるのに相当な時間かかりますよ、きっと。ですからゲームフリークさんに言いたいのは、こんな10対ポケモン出してさ、それで捕獲率も低いんだからさ、結局普通にゲットするのとそんな変わんなくね。